モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海東の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄される神室町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ねトウ城会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組のフルカムだ。流れ玉で肩にも怪我人が出てる。栗本？いや、お前は知らねえかもな。別に目立つやつじゃなかった。犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊界の送り込んだ鉄砲玉だ。間違いないのか。ああ、昨夜東から聞いたんでな。へえ、こないだ俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ、犯人は栗本の体にまず弾を4発で、とどめに両目を撃ち抜いた。目を？要するに強霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東城会本家も黙ってねえ。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。Thank you.
もしもし。八神さん。時間食っちゃったよ。八神、ちょ、何しに来たんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前ん。あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあ、そのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。昨夜から松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに。事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバーつったのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバーツー。教令会の若頭で、塩谷聡。バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ、昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ。しかも塩谷が本当に狙ったのは、多分、羽村の頭だ。あ？なんでそんなことが。わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。うう、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん？この服が何だって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え？栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。なるほど。それで慌てて雲隠れしたのか。笑っちゃ悪いのかな。お前随分余裕だな。
頭を狙う強霊会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの？いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろ。ああ、カタギが極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。キムさん、よう優等生やろ。元気だったかい？お前誰だ？京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん大丈夫？静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い、今すぐにだ。八神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてところ。おう、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどうも。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぜ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に行くぞ、てめえら。本田、なぜ、てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから、今すぐ俺と喧嘩しろ。俺、暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか？はあ。さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。
さすがだあんた、噂以上だ。最高だなおい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いの本田、京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か、そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。どうも。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
八神。どうも。
しばらく寝とけっての。たくいい加減にしろ。おい。
方ねえな。食っちゃったよ。何？はあ？
しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。おい、うん、お、ああ、んだと、なあ、ああ、え、はあ、
え？ヤガミ。ええ。ん？おい。ヤガミ。何？これが証拠です。何？はい。
何？もし。何？八神。なあ。これが証拠だ。なんだと。八神。何？
お、ヤガミ。新谷先生、ちょっといいか。ああ。一応あんたの耳に入れときたい話がある。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。え？来いよ。頭から苦情が来てる。お前のことでだ。ん？せっかく無罪になった事件を蒸し返すなってよ。俺も同感だ。気分が悪い。俺が勝ち取った無罪にケチつける気か。あんたが勝ち取ったか。そうだよ。法廷に立ったのは俺だ。おかげでうちは今弁護依頼が殺到してる。もうあの事件は終わったんだよ。弁護士にとっては終わったんだろうが、まだ人の目をえぐる殺人犯は野放しのままだ。モグラってやつか。迷惑だっつってんだよ、お前の探偵ごっこは。なんでお前は俺の邪魔すんだ。え？あの事件、羽村は真犯人を知ってたはずだ。なのに裁判中ずっと隠してた。俺らをコケにして罪を逃げ切ったんだよ。あんたはこれでいいんだろうけど、俺はこのままじゃ終われない。はっ、偉そうな口叩きやって。お前だって頭からずっと逃げ回ってんだろう。今逃げ回ってんのは羽村の方だよ。教令会に狙われてる。昨夜の銃撃事件がそうだ。で、ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ？だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな。俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。どういうことだ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。
そんなわけねえだろ。大体弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷、あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。もしもし、カイトだ。今、松金組の事務所前に来てる。昨夜の事件現場ってことか。ああ、まだ警察でごった返してる。黒岩ってデカが仕切ってるぜ。黒岩？ああ、綾部の上司だっけ。そうだ、その綾部も現場に来てる。ちゃんとデカらしく働いてるよ。それでまた奴からサツの捜査情報なんかが取れるかと思ってな。今からテンダーに誘い出してみる。お前も来られるか。分かった、テンダーだね。そうじゃ情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。昨夜松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東ってネタ元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか。もし羽村にバレたら
あいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合、バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ。じゃあ俺はただ酒を奢らされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな。実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか。組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。はあ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ。もうなら、なんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。そもそもの話、教令会はなんで神室町に来てるんだ。わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。東上会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか。まあ東上会2万5000に比べたら教令会はせいぜい1000人程度。おまけに神室町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ教令会は 1,2 年前から神室町に出てきたが、すぐ東上会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった。教令会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の。そうだ。その梶平系列の仇の会社を教令会は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。なるほど。梶平は教令会とどういう関係なんだ。大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を。実は東京進出の野心を持っているのは教令会じゃなくて、多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち逃せ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが教令会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか、貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で政治家とか役人、変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく教令会が神室町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ。もう少し複雑なんだよ。あんたの目から見て最近の神室町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また高層の流れ玉が肩木にも飛んでくるかもってよ。ああモグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああそれより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな。街の中でも割と通じんだぞ。へえ。
松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。酒の魚に聞くけどさ、人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの。あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。かもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよ。それもそうか。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。ああ、十分だ。ん？八神に怪盗だな。カムロ署組対の黒岩だ。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だからおかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ、八神先生。大丈夫かよ、タボ。ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。多分あいつは綾部のバイトのお見通しなんだろう。で、やりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に凶霊会をもう少し調べたい。ん？なんでだよ。今まで俺は連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の凶霊会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち凶霊会には友達がいたろ。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。タボ、この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。
それじゃあ偵察してみっか。オッケー、鳩は俺が飛ばす。海藤さんは人の出入りを見張っててくれ。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？海藤さん、どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？凶霊界若頭、塩やっちゅうもんや。凶霊界のナンバー2か。東が言ってた。おう、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボやるや。なや、お前なんで驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞタボ。
もういい。ずらけるぞ、タボ。ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん。わかった。え？来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし、行くぞ。あんたら、なんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか。そりゃ、兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。だいたい、そいつ誰です。名前は杉浦。杉浦ふみや。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた。言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ。ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。梶平？協力会のバックについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば、僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのは何でだ。八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって。いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。
特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ調子良すぎだってなあ。やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ。携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ、持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。もう帰れよあんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。時間食っちゃったよ。ん？もしもし。
かってこい。たく、いい加減にしろよ。なあ。え？怪しいな。ちょっと。ああ。
Thank you.
の人は。気のせいかしら。あの人は。Thank you.
ターボ。え？ねえ。どうも。手加減しねえからな。だげ、時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。もしもし、矢上さん、あの、城崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日矢上さんと話して事務所を出たきり。それで？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。あの、矢上さんからも電話してみてもらえませんか？新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。新谷先生、今どこにいるの？現
田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷。ではメッセージをどうぞ。